オルカ・カゴシマは、かつて存在した、社会人サッカーのクラブチーム、鹿児島県鹿児島市を本拠地としていた、FC 鹿児島とともに、日本プロサッカーリーグに加盟する、鹿児島ユナイテッド FC の前身となったクラブである。1959年、鹿児島サッカー教員団という鹿児島県、教育委員会所属教職員のサッカー部として、創設。1973年、 同年より創設された九州サッカーリーグに所属。なお、一度も都道府県リーグに降格することなく在籍した。1995年、将来の全国規模のリーグ戦参加を目指す方針となり、クラブチームに移行した。なお、クラブ名のボルカはフランス語で火山を意味するボルカンを由来にしており、鹿児島のシンボルの一つである桜島をイメージしている。 また、日本プロサッカーリーグ参入を目指すことを表明した。2003年、2010年からの J1 参戦を目指し、スプネット鹿児島を設立。監督に、前田浩二コーチに、内藤成行き、野田千を現役選手権人で招いた。2003年には、前田浩二らを招集し、セミプロ集団として、数年を戦ったが、プロ選手への給料の支配が発覚し、 プロ選手はクラブを離れた。ボルカはこの時の経験を前田氏の残したノウハウ都市たびたび研しチームの基盤だとしている2005年、スポンサーのメドがつかず、さらには法人化計画の遅延から資金難に陥っていることが発覚。スプネット鹿児島は解散、新たに運営団体として松沢隆を議長とするボルカ鹿児島評議会を立ち上げる。 表議会の辞任構成は9名のみで構成されていた。2007年11月までにクラブを法人化することを目指していたが、法人化に失敗し、ボルカ・鹿児島表議会を解散。2008年からは新しく運営団体をキャプスとし、JFL 昇格を目標にシーズンを戦うこととなった。2010年、前田孝治の復帰が発表されたが、 2012年にアビスパ福岡の監督に就任することになり、ボルカを退団した。2010年4月、2011年に J リーグ、準加盟申請を行うことが公式ウェブサイトにて明らかになった。2010年12月、2012年のプロクラブ化、2014年の J2 加盟を目標に掲げる。それに伴い、2011年に新たなチーム名の公募と J リーグ入りに対する、 署名活動を行うと発表。また、2011年の法人化と、2012年のプロチーム化、2014年に J リーグ入りを果たすことを目指すとし、2013年よりチーム名を変更する予定であった。2011年2月、クラブが法人化。2012年6月、クラブ新名称をおぼしめきり、2013年7月1日に2014年の 準化名申請を断念したことを発表した。理由は、J リーグ側より FC 鹿児島との一本化を求められていたが、競技が難航。2013年8月、2014年より FC 鹿児島と統合した上で、将来の J リーグ入りを目指すことで合意したと発表した。2013年12月2日、FC 鹿児島と統合後の新チーム名を、 鹿児島ユナイテッド FC とすることが発表、2014年度から活動を開始することとなり、同時に本年をもって、ボルカ鹿児島としての活動は終えた。この鹿児島ユナイテッド FC は登録上は、ボルカ鹿児島と合併した、FC 鹿児島が名称を変更したという形に。なお、鹿児島ユナイテッド FC は12月4日の JFL 理事会にて、JFL 入会が承認された。 九州サッカーリーグ参加後のみ、常松はリーダーという肩書きで登録されており、クラブの公式な監督としては扱われていなかった。これは常松が就任した2005年以後、クラブの方針として登録選手の中から1名をリーダーとすることにしていたためだが、日本サッカー協会のチーム登録上は、名目上の監督登録をつけることが義務付けられており、 事実上のクラブ公式監督だった。詳細はカテゴリーボルカ鹿児島の選手を参照黒をチームカラーとしており、公式ホームページには県民に愛されることを目的に地域の特色と特性生かした黒をチームカラーとすると書かれている。また鹿児島には黒豚、黒毛和牛、黒酢、黒砂糖、焼酎、甘美の黒うさぎなど黒を特色とした。 特産物が数多くあること。さらには、黒色が持つ力強さ、団結がチームの掲げる一体感にマッチすると書かれている。スポンサーについては、スポンサー一覧を参照。ありがとうございます。